りで、良いお年をっていう人の中に、あ、良いお年をっていうのは、マスターそうですよ。もう合わない。シミュレーションゲームだったんですよ。暗い話題だね。え？暗いですか？暗いですか？暗いですか？私はね、さっきも言ってましたけど、胃の気科の先生にね、聞いてましたら、膀胱が小さいって言われました。あ、根拠があったんだ。あんたの話を聞いてる、あの問診みたいなね、言ったら、あんたの話を総合するところは膀胱が小さいのに間違いない。でもまあ治療するには我慢するか。それか、あとはあの、まあ管をね、差し込んで、それ水を注入して無理やり膨らませるっていう方法があるらしい。それはそんなことまでしなくたってトイレ行けばいいだけですかって思って、私安心してそう言っていつもトイレ行く、あのライブ中におしっこしたもらったらそれで許してもらってますね。しょうがない、もうあるし、高校生ですから、しょうがない。
Thank you.